ドラゴンクエストウォークはい、皆さんどうも、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ドラクエウォークのガチャ動画やっていこうと思います。今回はですね、ガチャ30連やっていこうと思っております。というわけで、ゲームの中入っていくのちょっとお待ちください。はい。今回はですね、配布チケットが100枚と、あとマイレージがですね、2万ポイントありますので、まあ合計30連やっていこうと思います。今行われているガチャがですね、まあこのようにあるわけでございます。ジパングの巫女、悠久の守護神、メタルフェス、まああと天空水の羽衣とあるわけですが、とりあえずね、あのメタルフェス、配布チケット10連分があります。あとはですね、マイレージ2万ポイントということで、20連分引けるんですけれど、とりあえず、悠久の守護神福引きがですね、まあ期限がね、あの2月28日までということで、まず こちら行きます。というわけで、最初まずメタルフェスの方行きましょう。メタスラのね、斧とかね、まあいろいろありますね。メタルウィング。先日メタスラの剣がですね、ゲットできました。錬成もね、完了。4回までね、完了しましたね。まあ、それ以外は、あとはメタスラの盾は持ってた、だかと思います。はい。というわけで、まあメタスラの斧、メタルウィングで、メタスラの槍、この3つがね、あれば、新たにゲットということになります。というわけで、この3つが当たることを願っていきましょう。演出はしょぼいですね。これはやばい。全く。あ、でも虹色1個来ましたね。演出全くなかったんで、ね、期待してなかったんですけど、いっちゃん最後ですよね。3。うん。最初の演出もね、全くなくても変わるポティがごく稀にあるみたいですね。はい。そろそろかな。うん。はい。そろそろかな。うん。最後ですよね。はい。来い。来い。あー、雷神の槍か。うん。メタスラの槍だったらね、新しかったんですけど。はい。というわけで。まあ、外れみたいなもんですね。はい。というわけで。ではですね、次。マイレージ。変換していきましょう。とりあえずね、悠久の守護神ですね。20連あるんですけど、まずこっちで10連やります。万が一これ、このね、悠久の守護神でピックアップが出たらですね、ピックアップ武器が出たら、はい、ジパングの巫女行きますけれど、まあ、とりあえずやってみましょう。はい、まあ、多分、まあ出なければもう一度悠久の守護神行きます。というわけで、いきます。はい。上から二つ目の悠久の守護神。ガーディアンインパクト。あ、守護神のね、戦敵ということで、まあ、技でガーディアンインパクトというのが、まあ、あります。650% とかね。結構強いですね。ドルマ単体の武器ということで、まあ、行きましょう。期待しましょう。このサングラス、結構効果あるんで。はい。少し期待していきます。はい。最初の演出が、演出は悪くないですね。はい。星が結構あります。ここでキーッとくればいいんですけど。あー、来ないか。はい。残念。外れ。はい。虹色はなしということでございます。金色だけでしたね。はい。というわけで、次のマイレージもですね、10連分、悠久の守護神行きましょう。はい。これかな。はい。10枚分行きます。これでいいよね。はい。よし。というわけで、今回、30連中。はい、最後の10連いきます。はい。では、いきます。はい。最後の10連です。当たれ。お、最初から虹色ある。これは、まあまあまあ、ちょっと、演出がちょっとしょぼいけど。虹色は1個だけか。はい。まあ、まあ、虹色あるだけ。よかった。うん、ちょっと。うん。虹色1個だけか。どうだろう。うわなんかね、形が似てたんですけど、まあ違いましたね。はい。グレートアックスということで、残念ながら、外れでございました。はい。というわけで、今回はですね、ガチャ30連。虹色はですね、まあ2個出たのかな。あでも、まあいずれもね、この SP 装備。SP の星5でございました。というわけで、残念でした。
はい、というわけで、まあこの動画をね見ておられる皆様には幸運が訪れることを願います。もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。